かお正月からココロたちと会えるなんて思ってなかったよ。本当ね、私もびっくりしたわ。今年も楽しい一年にしようね。ええ、もちろんよ。それじゃあ早速楽しいことを探しに行きましょう。いいね、リンリンも一緒に探そう。あ、そうだ、ココロはリンリンとあんまり話したことなかったよね。そうね、これからはリンコとももっと仲良くなりたいわ。よろしくね、リンコ。はい、よろしくお願いします。リンコ先輩、明らかにココロの勢いに飲まれてるな。アコとリンコはとっても仲がいいわよね。普段はどんなことをして遊んでるのかしら。アコとリンリンはね、いつも一緒に冒険してるんだよ。冒険？とっても楽しそうね。私も一緒に行きたいわ。本当？仲間が増えるなんて楽しみだよ。あのさ、心が思ってる冒険とは種類が違うような気がするんだけど。そうなの？でもその話もっと聞きたいわ。もちろん、この前はね、2人でモンスター退治に行ったんだ。私モンスターなんて見たことないわ。どこに行ったら会えるのかしら。この前行ったところはね、確か古代遺跡だったかな。そんなところにも行ったことがあるの？羨ましいわ。うん、そこにはトラップがいっぱいあって、リンリンと二人で転がってくる石から逃げたりもしたんだよ。そんなに危ないところなのね。二人とも怪我はなかったの？もちろんノーダメで突破したよ。それで最深部に行ったらね、モンスターがいたのね。そうなんだよ、それがすっごく強いモンスターでね、なんとかドラゴンってやつなんだけど。ドラゴンにも会ったことがあるのね。うん、ドラゴン系のモンスターはいっぱい戦ったことあるよ。すごい、すごいわ。でもそこのドラゴンはすっごく強くって、二人とも結構ダメージ食らっちゃってさ。まあ回復薬をいっぱい持っていったから大丈夫だったんだけど。そんなものもあるのね。どこで売ってるのかしら。え、普通に道具屋さんで売ってるじゃん。そうなのね、今度探しに行ってみなくちゃ。それでも危ないところだったんだけど、最後はリンリンが一番強い雷の魔法で倒してくれたんだ。あの時のリンリン、頼もしかったな。そんな、アコちゃんがフォローしてくれたから。リンコ、あなた魔法が使えるのね。すごいわ。そうだよ、リンリンは魔法使いだからね。そうなのね、まさかこんな身近に魔法使いがいるなんて思ってもみなかったわ。そうだ、リンコの魔法今ここで見られないかしら。ここではお家とかじゃないと。それもそうね、人に当たったら危ないもの。そうじゃない、絶対そうじゃない。他にはどんな魔法が使えるの？リンコの魔法の話もっと聞きたいわ。あ、そうだ、リンリンは他にも星を降らせたり炎の渦を起こしたりできるよ。すごい、すごいわ。それは今できるのかしら。ここでは無理だって。そうよね、そっちの方が危ないものね。でも二人の冒険とってもすごいわ。もっといろんな話を聞かせて、アコ。他にはね、あの奥沢さん、リンコ先輩も気づいてましたか。もしかして鶴巻さん、ゲームの話だって。はい、絶対分かってないと思います。やっぱり説明した方がいいんでしょうか。いや、多分説明してもわからないし、本人が楽しそうなんで、まあ大丈夫ですよ。二人とも何の話を
ましておめでとう。マリナ、今年もよろしくね。明けましておめでとう、ココロちゃん。今年もよろしく。ココロちゃんはお正月って何をして過ごしてたの？やっぱり海外旅行とか？いいえ、今年は海外には行かずに初詣に行ったわ。へえ、誰と行ったの？ハロハピのみんな？ミサキと一緒に行ったわ。本当は他のみんなとも行きたかったんだけど、なかなか予定が合わなかったの。でも初詣って本当にたくさんの人がいるのね。すっごく興奮したわ。他のバンドのメンバーにも会ったわ。アコやリンコ、マヤやイブもいて、一緒にお参りもしたのよ。ところでマリナと、おみくじって引いたことある？私は今年初めて引いたわ。おみくじの結果大吉だったわ。一番いいおみくじだってみんなに言われたの。イブは大凶っていうおみくじだったの。あんまり良くないおみくじだったみたいで、みんな心配していたわ。でもそんなに心配することでもなかったの。イブと一緒にいたらいろんなことが起こってとっても楽しかったわ。大吉でも大凶でも楽しいことが起こるなんて、おみくじってとっても素敵よね。心ちゃんらしい考え方だね。でも確かに言う通りかも。おみくじなんて結局自分の捉え方次第ってことだよね。それでね、おみくじがとっても素敵だと思ったから、今日は私がおみくじを作ってみたの。ココロちゃんが？そうよ。マリナも引いてみて。なんだかさっきの話を聞いた後だと大凶を引きそうな気がするな。よくわかったわね。このおみくじには大凶しか入ってないわ。だって大凶を引いてあんなに楽しいことが起こったんだもの。みんなにもたくさん楽しいことが起きてほしいの。さあ早く引いてちょうだい。見て大凶よ。楽しいことがきっと起きるわ。中身も読んでみて。動物園でキリンやゾウに乗れるでしょう。絵まで書いてある。なんて書いてあったの？美味しいものがたくさん食べられるでしょう、だって。よかったじゃない。二人ともとっても楽しそうだわ。早速おみくじの効果が出たみたいでよかったわ。やっぱり大凶のおみくじはみんなに笑顔をくれるのね。もっとたくさんの人にこのおみくじを引いてもらわなくて